やばい。てかこれ絶対受けてきてんって。ちょっと待って。広っ。ただただこれやっぱり広さに行ったらもう本当に一人暮らしの、そうですね、家ぐらいの部屋の感じはありますね。ちなみにこれ何人乗りとかあるんですか？これ10人乗りになってますね。10人乗り。はい。チンまずあるじゃないですか。これ3口やればで電子レンジもある。で冷蔵庫もあります。こっちシャワーですね。シャワーあるよシャワー。子供からしたらこれ夢のさ基地みたいな感じだよ。確かに。アメリカンチャンネル。さあ早速乗っていきたいと思いますけれども、すげえでかいよ。でかいんだよ。でかいんだよ。怖いんだよ。でかい。でかいぜ。クソアメリカンじゃん。クソアメリカンっすねこれ。これはやばいよ。乗っちゃえば。そう乗っちゃえば普通です。俺は。ランクル運転してるんですけど、車高の感じは似てます。そうですね、はい、怖いのが上だけですね、高さが。確かに全く分かんないんで。確かにこんなのやってるけど不安でしかないから、ね、両手で行ってね。え、両手で片手とかはないよ。10時10分で行きますから。行きましょう。これまず、え、このまま回せばいいです。まあ回せばいいです。超不安なんだよ。ちょっと俺普段めちゃめちゃ運転してるから、このまま回せばいいです。まあ回せばいいです。ちょ、気持ちで負けないで、マジで。まあ確かにね、今俺はこのキャンピングカーの大きさにやられとるかもしれない、うん、そう。ただ俺が今日は運転して行くことになっておる。おおすごい。で、これ今ブレーキ踏んでるけど、離したら、あ、おー、やばい。やーべー。おい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 。で、アクセルこれだもんね。そうです、ね、もう忘れて、その YouTube ってのは一回。ちょっと待って待って待って、うん、ちょっと待って、怖い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 。行きますよ。マジで頼むから。スタートするよ。分かったよ。ちょっと待って、内輪だけ気をつけて。内輪ね、はい、すみません、タメ口で。いいね、いいね。すみません。出てるね。やばいやばいやばい、ちょっと待って。上だけ気をつけて。大丈夫、何もない。標識大丈夫？大丈夫です。高さ OK。 怖いよ。怖いね。ちょっと待って。知らん道やし。余裕だとか言ってたけど、うん、この大きさはちょっと初めてよ。あ、大丈夫かこれ。俺寄りすぎてるとかないね。大丈夫ね。大丈夫これ。口数多すぎない？怖いよ。怖いよ。ここマジ本当人生初めてのキャンピングカーを運転するという、やっぱ何でも初めましてって緊張しますよ。本当ですよ。はい、YouTube も配信して設立しましたの動画の時の俺、多分めっちゃ緊張しとったもん。あ、そう。なんと YouTube のチャンネルを開設させていただくことになりました。ありがとうございます。はい、やっぱ緊張するんだ。緊張するよ。ねえ、どういう見られ方しとるかわからんし。あ、おい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 。さあ、ドキドキするやん。おお、ね、いや、ちょい狭いぜ、道。おい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 、結構やよ。さあ、安全運転でです。いきます。はい。あれかな、この時、編集で F1 の曲とかつけといて。やめとけって。今、20キロも出てないです。15キロです。15キロです。ね、ちょっと待って、汗かいてきてんもん俺。珍しいな、うん、汗かくタイプじゃないのに。そうなのよ。え、何これ、サーフィンスタジアムって何これ。だから余計なことすんなってのしっかり集中しろよ。何ここ、横乗りの街。やめとけ。人工サーフィン場です。あ、人工サーフィン。はい、前見ろって。やば。え、これサーフスポットでもあるんですか。サーフストサーフスト。これはどっちですか。で、右のどっか、そうですね、右の方入ってもらって。うわ、めっちゃいいやん、ここ。わ、超いいじゃん。すげえいい。超広いし。すげえいい。さあ、ちょっと外にね、いろいろこうグッズを出させていただいて、ちょっと準備を整えました。まあ、せっかくね、このキャンピングカーを借りたからには、何かこうやりたいなと思って、なんだろうかと。いうふうに考えまして、静岡といえば俺の中で爽やかなんですよ。ちょっとキャンピング借りたということでキャンプっぽいことをね。そうだね、したいなと思っておりますので、今日ちょっとハンバーグ用意しております。お、いいね。ということでこの後実際作って、おい、俺一人で食べたいと思います。なんかミルクちゃんが今俺もくれよみたいな顔したんで、はい。お腹空いてるもんね。一緒に食べようよ。それはオッケー、食べよう。今火いいでしょ。火いい、すごくいい、いいね、当たってるよ。雰囲気出てるよね。出てる、いいよね、うん、やってみましょう。 OK、 料理
ちなみに、僕の YouTube 多分見てる方は分かると思うんですけど、企画でたまに男飯ってのやってるんですよ。おだからその男飯番外編と思ってくれればなるほどいいかなと。うん、何時それこっち行っちゃったからなるほどなこっち行っちゃったからもうすいません。でこれをこねていくわけですよね。ハンバーグこういうこと一緒だって。そういうこと。まあ俺のイメージやから、うん、作ったことないからねハンバーグ。だから本当にあれだよミルクさんに悪いけど、うん、半生ぐらいで俺食うからマジかよ玉ねぎとかつなぎが入ってるとかじゃなくて。ああなるほどね、そういうことね。もう肉オンリーぐらいの、うん、アメリカのミートボールとかそうじゃん。ああそうだね、ああ分かる分かる。パスタに入っとるようなさ、うん、あんなんが好きなの。そんな揉むの。えそんな揉む。これなんなん意味あんの。やっぱり揉めば揉むほどって言葉あるじゃん知らないけど、なんかことわざみたいに言うなよ。何でも揉めば揉むほどってあるじゃん言ってねえしさ。いやだからダンスでもさ、うん、1回これできましたって。ああそういう揉むね。そう、うん、でみんなにで話し合いして、うん、揉むわけじゃんそこで、うん、まあねそういうことよ、うん、バーグって揉みたいじゃんやっぱりいろんなものを揉みつ揉まれつって揉みつ揉まれつじゃあ揉まれることもあるってことだよ。そうなのあなたもね。だからやっぱ揉んでばっかじゃダメなの。確かに確かに。やっぱりギブアンドテイクなんで、うん、そうだね。揉みつ揉まれつ、うん、まあまあ塩コショウを入れときゃ間違いないっていうふうに言われてますよ。俺入れたら全部うまいんだもん正直。俺タレとか超つけてやがるからな。マジで一時期からそういうようになったよね、うん、何がなんか塩コショウ塩だろとかさ一時期からだから、うん、すいません年っす年かあむちゃんこれ全部スタッキングって言うんですけど全部入るじゃん。へえ気持ちいいよね。ああなるほどね。キャンプ道具。へえキャンプのこと何も知らんな。知らねえよ多分これ今オフだけど、うん、ちょっとこう入れて、はい、スパーク。オーケー。こういうことやろう。オーケー。すごいよね車の中でこんなんできるの。そうね普通に料理してるもんな。エキストラバージンオイルになります誰今誰ウグイス調でございます。あなるほどね。でかすぎるぞこれ。何ちょっと待って多分これでかいと思うんだよね。でけえな。これ焼けっかな。でかくない。これちょっと待った入んないんじゃないの。入んないと思う。入んないっていうか満タンだと思う。満タンだねこの感じだと。いやでも行こうよ。行こう行こう男飯だから。だからちょうどなんつうの敷き詰める形で男飯やからこれは、うん、ちょっとね行けんのかこれちょっとおい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 何はそれ体寄せてたちょっとよいしょいいんだ潰しちゃえばいいんだ、まあ、ここで形成すればいいんだ。そう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 焼肉とか焼肉の時あ鍋とかだろ。そうめちゃくちゃわかる。わかる、うん、全然わかんない。いじりすぎだよあなたいやもうねすぐひっくり返したくなった。うんあんたねいじりすぎだ。もう今ひっくり返したいもんねこれ。はいはいはいパンパンだそれ。ひっくり返せんの。そこよね。うんあれねえのヘラみてえの。あやべやべそれがさ、うん、最近さ、うん、家でさ、うんお好み焼きやったんだ。はいはい。その時にさ、うん、家にヘラがなくて、うん、あ、そういうのキャンプ道具の中にあるっつって、うん、あったんだ。ここにあったの。うん、ここにね。ここにね、うん。それを家で使って、うん、ここに戻さず、うん、家にあんだ。置きっぱなしなんだ。なんてこった。あれ、いけそうだよ。それでなんかあれだよ。くるんって料理人みたいに返す。そうそうそう。そんな簡単なもんじゃねえから。いけない？いけないでしょ。あ、あ、あ、いけるよ。動いた動いた。いいよいいよ。ほら、嘘だろ。くるって。無理よ。嘘だよ。無理だって。できるって。絶対無理だって。バーンなるよ。バーンなる。バーンなった。おおおおおおお。そぼろみたいになった。
違う違う、ちょっと待ってよ。それひっくり返すってことでしょ。うん、で、どうなの。で、ここに一回置いて、うんうん、マジで本当に、まあ、肉汁タイルがちょっと持たないけど、ここに一回をやって、ここに乗せたら、マジかよ。マジで、そうな、はい、手に油かかる。だから、それはかもしれない。あ、うまそう。いや、すって言うんじゃないよ。なに、ほら、あ、いい、行ったっしょ、今。いいね、行ったよね。いいね、すごいね。ちょっとでも、なんか夢みたいなことない？こう、そうね、でかいハンバーグ、こんだけのハンバーグを、うん、こんだけの大人が食うっていう。そうだね、もう食い切れない。もう明日の朝、うん、持たれて持たれてもらって、動けない。備え付けのね、ああ野菜の方を、うん、いってみたいと思います。人参焼くの？まあ、焼くよね。すげえ多くね、何が野菜。いや、ミルクちゃんが最近野菜取ってないってさ、ツイッターで詰めてたから。誰が？俺が？うん、やってるよっていう間に、うん、こちらが。マジで早いと思うよ、俺。この焦げ目の感じ。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。良くない？うん、超いい。いいよね。うん、で、またオイルで。そう、全部塩コショウなんだね。すっげー似てるよ。多くね。悲しいお知らせがあります。何？ちょっとサイズ間違えました。誰のこっちでしたね。あ、大きいのあったんだ。こっちでしたね。あ、でも楽でしょ、キャンプやってるより。火がいいか、安定してるから ね、 ね、やっぱ普段のキャンプだとね、火の加減を調節するの難しいですから。そうじゃん。あ、もういいね、これ。もう一回やったら、マジでやっぱこっちにして、な、何回返すんだよ。で、ちょっと待とう、弱火で。弱で、蓋じゃない、弱で、蓋だね。すげえな、マジでこんな料理できんだ。キャンピングカーって。ね、すごいよね。普通にだって生活してる家の、確かに火の感じと一緒だもんね、安定感が。え、だってその目の前のやつ電子レンジ、これね、うん、チンできちゃうね。さあ、ということで、男のハンバーグできました。おめでとうございます。うまそうじゃない？うまそう。どう、うん、いいよね。いい、まあちょっと色付けもちゃんとして、うん、まあとにかく売りはデカさですから、割ってみたいと思います。はい、いきます。じゃじゃーん、どうでしょう。あ、いいよ。あ、でも、あ、結構しっかり火通ってる。火通ってますね。いい、うん、ミルクちゃん仕様に、確かになってますね。こっちの方がいい。いいですか、うん、で、まあケチャップだけ今日の一番で決めて。組ね。あ、ありがとうございます。ミルクさん、ありがとうございます。せっかくなんで。ありがとうね。一緒に食おうよ。あ、オッケーオッケー。いただきます。いただきます。いただきます。ハンバーグ食えよ。うん、うん、まあ、うまいよ。塩味だけでしょ。塩コショウね。あ、塩コショウ、うん、もう素材の味ってことになるよね。ちょっとでも今まで食ったハンバーグの中で、うん、一番うまいかも。嘘つくんじゃない？マジで。嘘だ。マジで。嘘だよ。マジよ。素材の味。今回ケチャップをね、ソースに大胆に持ってきたんですけど、やっぱね、いいよ結局、うん、ベーシックというか。そうだね。やっぱりこのケチャップが長く愛されてるという理由がやっぱり分かります、うん、さっきも何回も言ってる素材の味引き立ってます完全に、うん、ね。だからやっぱうちらもダパンプもやっぱ長く愛されるチームでいなきゃいけねえなと、うん、ケチャップのような、そう、うん、ケチャップであれと、
いうことをメンバーに一人一人に言っていきたいと思います。はって言われたでしょうね。あのちゃん、じゃあでもじゃあご飯はね今回大成功だ。そうですね、良かったんじゃないですか。ね、良かった。ミルクちゃんどうでした、食べてどうでした。うまい、うまい、うまいよね。うまいっていうか、うん、これだったらさ、うん、なんか楽ちんだよね。うんうんうん、なんか俺もっと大変だと思うさ、ハンバーグ作るの。ああ、そうね、想像ではね、うん、こんくらいできて、あれなんだったら、うん、全然家でね、できるね。いいよね。うん、ということで、ハンバーグは大成功という。はい、はい、あのちゃん。さあ、ということで、今日一日いろいろ体験させていただいたんですけれども、キャンプ好き、アウトドア好きとしましては、ちょっと夢のような体験をさせていただいたかなと思っております。ハンバーグの方も見事大成功ということで、よかった。皿なしでちょっとどうするかっていうねところでちょっとつまずくかなと思ったんですけど、そこはなんとか持ち前のアグレッシブさとあのセカリで切り抜けたんじゃないかと私思っております。ということで、キャンピングカー、アメリカンキャンピングカー借りてみたの回でした。ダバンプともが、YouTube をやってるということを皆さんにバン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 広めていただいて、その辺もよろしくお願いしますということで、また次の動画で会いましょうということで、ありがとうございました。ありがとうございました。